PC-100PC-100 PC は日本電機が1983年10月13日に日本国内向けに発売したパーソナルコンピュータおよびその商品名である。日本のパソコン史上初のマウスによるグラフィカルユーザーインターフェースをサポートしたマシンである。ASCII のセーバビコの提案により日本版アルトを目指して開発された。 PC-8800 シリーズを開発していた NEC の電子デバイス事業グループ主導で開発を NEC と ASCII 及び強セラ参加のサイバネット工業の3社製造を強セラがそれぞれ担当した実際の設計は日本マイクロハードの松本義彦らが担当した PC-100 は先進的な機能を搭載して評判は良かったが 同じ NEC の情報処理事業グループが開発した PC-9800 シリーズと競合したため、上層部の判断で電子デバイス事業グループはパソコン事業を NEC ホームエレクトロニクスへ譲渡することになった。CPU として、インテル8086の NEC によるセカンドソース品である MU PD8086 から2を搭載し、 CPU クロックを 7MHz に抑えることにより、128KB を標準搭載するメインラムをノーウェイトアクセスで動作させる。最大 768KB まで拡張可能。インテル 8087NDP とインテル8089 a IP のソケットがある。また、容量 360KB の5.25インチ 2D フロッピーディスクドライブを モデル10は1機、他のモデルは2機を標準搭載する。モデル10についても1機を追加搭載可能である。ベレムはモデル10と、モデル20は 128KB、モデル30は 512KB を搭載。1024-1024ドットのビットマップベレムであり、テキストベレムを持たない。ビットマスク及びビットシフトを通したデータを書き込む機能がある。 GUI 実現の上で重要な CRT コントローラやドマコントローラ、それに I-O コントローラなどに ASIC によるカスタムチップを積極的に採用して高速化と周辺回路の簡素化を実現し、設計当時としても決して強力とは言い難い CPU で実用に足る応答性能を実現している。専用ディスプレイは縦置き、横置きを切り替えて、 使用可能である。専用ディスプレイのチルトスタンドに縦置き、横置きを検出する機械式スイッチが搭載されており、画面の表示モードもこれに合わせて自動的に切り替わる。ディスプレイ横置き時に画面解像度720-512ドット、縦置き時は512-720ドットのビットマップグラフィックを表示可能。論理的には1024-1024 10ドットの グラフィック画面を備えており、ウィンドウ機能により、グラフィック画面の一部をディスプレイに表示する。これにより、ビットマップ転送することなく、画面を上下左右に自由に、スムーズスクロール可能としている。テキストもビットマップ表示で行うため、専用のテキストベレムを持つ PC-9800 シリーズと比べて、表示速度が遅いという欠点があった。そのためベレムを、 複数プレーン分重ね合わせて持ち、同時に読み書きすることにより表示の高速化を図っている。モデル30はカラーボードと称する増設ベレム1 2 8イト、3プレーン実装のドーターボードを標準搭載し、512色中16色のカラー表示が可能である。モデル10とモデル20は標準ではモノクロ表示でカラーボードを追加搭載することで、 モデル30と同様のカラー表示が可能である。GUI 実現のキーデバイスであるマウスは、アルプス電機が開発して OEM 供給した初代マイクロソフトマウスの同等品を同梱する。キーボードもアルプス電機製で、筐体デザインやこのキーボードの外装デザインなどは、PC-8800 シリーズと同様の衣装となっている。なお、キーボード右側面に、 マウス接続コネクタを装備する。当初より、アスキーが国内代理店を務めていた、マイクロソフトの MS DOS バージョン2.01を標準 OS として同梱し、ビジュコマンドインターフェースと呼ばれるマウスオペレーションによる GUI シェルプログラムを搭載して、各種アプリケーションもこれらの環境で動作させることを前提として、操作体系を極力統一する方針で、 設計されている。このベシェルは MS-DOS 上にグラフィカルなシェルを実装するアプローチとして、後に PC-9801 の MS-DOS 環境にいくつかのメニューソフトを派生させたルーツとも言われ、また MS-DOS4.0 で実装された MS-DOS シェルに影響を与えたとも言われている。その一方で、先進的なハードウェアに合わせて、ベーシック前世のこの時代にあっても、 ログベーシックを搭載していない。このような事情から、発売開始時点では市販アプリケーションのラインナップ整備が困難と判断され、ジャストシステムが開発した日本語、ワードプロセッサー、JS ワード及び単文節加盟漢字変換、フェップ、クテスや表計算ソフト、マルチプレーン、それにマイクロソフトが標準ベーシックとして、 普及を推進していた g w ベーシックを基本にマウス入力などへの対応を図った N100BASIC などの MS ドス用アプリケーションが標準添付されている。またゲームソフトロードランナーも同梱されている。ユーティリティソフトとして N88 ディスクベーシックで作成されたプログラムを N100BASIC のプログラムに変換するフィルコンを搭載し従来の8ビット起用ソフトウェアを pc-100 で活用できるようにした。なお、ディスクベーシックのファイルフォーマットをサポートしているため、ディスクベーシックで作成したファイルから直接、msdos 形式のファイルに変換可能である。またラインエディタであるエドリンの他に、スクリーンエディタとして ms のオートパッドが付属した。ワードプロセッサと表計算ソフトによるオフィススイート環境の実現。 デバイスドライバ方式によるフェップの組み込み、マウスオペレーションの大胆な採用など、MS DOS 環境での日本語処理環境や GUI 環境の基礎となる概念、技術を初めて実装した存在ともいえ、当時の水準では結出した先進的な製品だった。標準で GUI に対応していたため、マイクロソフトが開発した Windows 1.0を PC-100 で動作するようにし、 デモを行った。しかし、タイルウィンドウ表示のウィンドウズは注目されず、日本向けに製品化されることはなかった。数々の先進的な機能を装備し、様々な画期的アプリケーションソフトを同梱する。一方で、PC-100 の置かれた境遇は、決して恵まれていたとは言えなかった。当時、NEC 社内では PC-8001 以来、パソコンの開発に取り組んできた。 電子デバイス事業グループと1981年から業務用16ビットパソコンの開発を担当することになった情報処理事業グループが水面下で主導権を争っていた。あるソフトハウスの社長は98グループの口癖は妥当88だったと当時を振り返った。情報処理グループが総力を挙げて開発した PC-9801 は 1983年に入って対応ソフトが出始め、波に乗ろうとしていた。PC-100 は PC-9801 の後継機である PC-9801F と同日に発表された。両社の営業は競合し、販売店からはどちらの言うことを聞けばいいのかわからないという意見が出始めた。NEC の上層部はこれを把握したものの、 下手に決定を下せば社内が分裂しかねないために動けない状況にあった。1983年12月、かつては電子デバイスグループ直轄の取締役でパソコン事業の分業体制を作った当人である大内敦義は電子デバイスグループからパソコン事業を切り離し、家庭用パソコンの PC-6000 シリーズを開発していた日本電機ホームエレクトロニクスへ、 譲渡する決定を下した。大内は当時を次のように振り返った。電子デバイスというのは昔は部品屋みたいなものだった。どこに行っても頭ばかり下げていましたよ。ところがようやく世の中が半導体に注目し始めた。パソコンという柱を立てて、さあこれからという時に止めろと言わなければならない。しかしあのまま行ってたら事業そのものがおかしなことになってしまう。 もう仕方がないと思いました。映すのはあの時しかなかったんです。別の見方では PC-100 は社外開発という事情から社内で重視されることはなかったと推測された。またソフトウェアを一式バンドルして先進的な機能を盛り込んだために効果になってしまったこと、従来の機種と互換性がなかったこと、フロッピーディスクドライブの容量が PC-9801F に比べて劣っていたことが指摘された。その後、市場は PC-100 の後を追うようにアプリケーションのプラットフォームをベーシックから MSDOS へと急速に移行し、1980年代後半には NEC が社運をかけて売り込んだ PC-9800 シリーズの前世時代となっていく。このような経緯から、 PC-100 は商業的には失敗作とされ、マニアの間で不遇の名機として語られるところとなった。ゼロックスのスターワークステーションによって提示された GUI を試行しながら、その高価格ゆえに失敗した。同じ1983年に登場したアップルコンピュータのリザとも、その高視野なコンセプトに相反する結果をたどったことで通じる点がある。なお、 PC-100 は当初 PC-9801 を超えるものとしてシリーズ名を PC-100 として計画されていた。しかし当時 PC-9800 シリーズ用周辺機器は後年に統一名称となった PC-9801XX だけではなく PC-98XX と不満されていたものもあり。 製品ラインナップ上の整合性の問題などから PC-100 に変更された。周辺機器などの型番が PC-100XX とされていたことは当初のシリーズ名の名残である。一般のパソコン市場では PC-9800 シリーズ前世となった1980年代後半、姿を消した PC-100 は秋葉原などの中古。 ジャンク市場に安価に出回り、主にマニアの間で細々と取引されていた。マニアたちは PC-9801 用の MS DOS を PC-100 で動作させるためのパッチなどを作成し、CPU の8086をピン五感の V30 に乾燥して高速化、フロッピーディスクドライブを5.25インチ 2DD に乗せ替えるとした上で、 PC-9801 用のバンクメモリカードを用いてメモリをフル増設し、さらにサシやスカジーなどのインターフェースを増設して HDD まで接続し、もっぱら MS ドス互換環境として扱っていた。PC-100 はどのモデルでもソフト、ハードともに 2DD ドライブに対応しており、FD ドライブを 2D から 2DD に交換するだけで 2DD の FDE を利用できた。PC-100 が、その成立にまつわる事情から、ハードウェア的に PC-9801 及び PC、PC-8801 シリーズのいずれかから、流用した部分が多く、使用も多分に重複していたため、心得たマニアにはこれらの増設パーツや、補修部品の調達が容易だった。アプリケーションについても市販アプリケーションこそ、 供給されなかったものの、ハードウェアに依存しない MS DOS のファンクションのみで、動作するソフトウェアが、当時の市場やパソコン通信などにも多く存在した。また、フリーソフトやパブリックドメインソフトの一部には、PC-100 対応版や PC-100 対応モード等が専用に用意されるものや、未対応の一部のアプリケーションについても PC-9801。 用のバイナリにパッチを当てて流用する手段が提供された。それらの試みによって m s ドスを基準とした環境では一定の実用性、利便性を確保することが可能であった。2016年9月6日に国立科学博物館の重要科学技術資料の大0022号として最早期にマウスと GUI を標準搭載したことを評価され登録された。 一時期、PC-100 を CG 用にカスタマイズしたものが、サードパーティーからシステム販売されていたこともある。純正の周辺機器、拡張ボードには PC、PC-1000NN という型番が与えられている。チルトスタンドに縦置き、横置きを検出する、機械式スイッチを搭載する。デガウス機能付き。ありがとうございます。